死の家の記録ロストエフスキー前回の続きからですふと一瞬、彼の目が私の茶に釘付けになったような気がした熱い茶で茶碗から余計が立ち上がっている 一方、哀れな受刑者は、すっかり凍え、震えて、歯をガチガチ言わせているのだ。私は彼に茶を勧めた。相手は黙ったまま、くるりとこちらを振り向くと、茶碗をつかんで立ったまま、砂糖も入れずに飲み干した。それも大急ぎで、なぜか必死に。 私の顔から目を背けようとしているかのようだった全部飲んでしまうと黙って茶碗を元へ戻しこちらにはお辞儀一つせずにまたもや病室の中を行きつ戻りつし始めたもっとも本人は口をきいたり頭を下げたりするどころではなかったのだ 他の囚人たちはといえば皆なぜか初めから受刑者の新兵と一切口を聞くのも避けているようだったそれどころかとりあえずの解放が一段落するとその先はまるでこの新兵をすっかり無視するべく努めているかのようだったおそらくできるだけそっとしておいてやろう 詳しい詮索や同情めいた言葉で相手を煩わせるのは一切慎もうという気持ちからなのだろう相手もどうやらそんな配慮をしみじみ喜んでいるようだったそうするうちにすっかり日も暮れて夜間灯に火がともった囚人の中には 自前の食材を持っていいるものまでいたが、しかしその数はごく限られていたいよいよ医者の夜間改診も終わると当直警備の貸し官が入ってきて患者全員の数を数えそれから病室のドアを閉ざして我々を閉じ込めたただし施錠の前に夜間用の 用便桶が運び込まれていた知ってびっくりしたのだがその養便桶は一晩中病室に置きっぱなしにされるのだつい目と鼻の先ドアからたった2本のところに本物の便所があるというのにそういう規則になっているのである。 日中はまだ囚人も要便の際にはたとえほんの1分程度とはいえ病室から出してもらえるが夜間は何があっても一切出してもらえない囚人病室は一般の病室とは違っていて囚人は病んでなお罰を背負い続けるというわけだそもそも誰がこんな決まりを作ったのか 私には分からない。分かるのはただこれが何の意味もない単なる決まりに過ぎなかったことそして他ならぬこの書の場合にこそ役にも立たぬ無味乾燥な形式書記がまかり通っていたということだけだこんな決まりを作ったのはもちろん医者ではない 繰り返して言うが囚人たちは医者のことを褒めちぎり実の父親のようにしたいありがたがっていたのである誰もが医者の優しいいたわりを感じ温かい言葉を耳にした世間からつまはじきにされた囚人にはこれが格別身にしみた なぜならそうした温かい言葉やいたわりに作り物ではない真心を感じ取っていたからだそもそもそんないたわりなどなしても済まされるものだった仮に医者がもっと別のつまり粗暴で不人情な態度を取ったところで誰もそれを咎める者はいなかっただろうということはつまり この医者たちの親切は本当の人間愛から来ていたのであるそして当然医者たちは知っている病人というものはたとえ囚人であろうがなかろうが一番のお偉いさんまで含めて身分の上下にかかわらず皆同じように新鮮な空気を必要とするものだということを だから別の病室の患者たちは回復期になると例えば自由に廊下を歩き回ってたっぷりと体を動かし病室の中と違って汚れていない空気を呼吸することも許されるのだ病室の空気と来たらよどんでいて必ずムッとするようなもろもろのガスに満ちているのである。 ただでさえそうして空気が汚れているところへ毎晩陽便桶が持ち込まれる病室は熱がこもっている上にある種の病気の場合患者はどうしても何度も排泄を必要とするのだそこの空気がどんな惨状を呈するか今思ってもぞっとして吐き気を催すほどである 先ほど囚人は病んでなお罰を背負い続けると言ったがもちろんこのような規則がまさに罰だけを目的として作られているというつもりはなかったし今でもそうは思わないそんな意味で言ったとしたら私の言葉はとんでもない言いがかりに他ならないただでさえ病気のものに 罰を加える理由はないからである。にもかかわらずこんなことがまかり通っているからにはもちろんきっと病院当局は何らかの切実なのっぴきならぬ必要に迫られて有害な結果をもたらすような措置を強いられているに違いない。では一体その必要とは何なのか。 腹立たしいことにこのような措置の必要性をたとえ幾分でも説明してくれる理由は他に一つも見当たらないのだ。とはいえ他の多くの措置ときたらあまりにも突飛なものばかりで説明するどころか説明できると想定することさえ不可能なくらいなのだがさてこんな無益な 非人情ぶりを説明する根拠とは何か「ちょっとしてわざと病気を装って入院してきた囚人が医者たちをだまして夜中に便所へ行ったまま夜陰に乗じて逃亡するという筋書きを想定しているのではないか」「このような過程はあまりにも馬鹿げていて」 真面目にその穴を指摘する気にもなれないほどだ。一体どこへ逃げるというのか。どんなふうに。どんな格好をして日中は単独でようべんに出してもらえるのだから夜間も同じで構わないではないか。出入り口には装填した銃を持った将兵が立っているのだ。 将兵のいるところから便所まで文字通り2歩の距離しかないがにもかかわらず将平の交代要員が患者に付き添い一瞬も目を離さない便所には窓が一つしかなくしかも冬仕様で二重窓になっていて鉄の格子がはまっているその外は内庭だが ちょうど囚人用病室の窓の下あたりを同じく一晩中保証が行き来している窓から脱出しようとすれば窓枠と鉄格子をぶち抜かなくてはならない一体誰がそれを許すだろうか仮に囚人があらかじめ付き添いの将兵を声も出させず 誰ににも蹴取られぬように殺したとするだがそんな馬鹿げた家庭を許したところでそれでもまだ窓枠と鉄格子を壊さなくてはならないのだそもそも将兵のすぐ脇には病室担当の衛兵たちが寝ており10分の距離の別の囚人病室の前にはまた別の将兵が銃を持って立ち その脇には別の抗体要員がいて別の衛兵たちが眠っているという塩梅なのであるそれにこの冬場靴下にスリッパを履き病院押し着せの部屋着と室内帽という格好で一体どこへ逃げようというのかもしももしもリスクがそれほど小さいのだとすれば 要するに事実上リスクはゼロなのだからひょっとしたら数日か数時間かの余命しかなく健康なものよりもっときれいな空気を必要としている患者たちに対してこれほどまでにむごい仕打ちをする理由があるだろうかそれが何の役に立つのか私にはついに理解できなかった。 さて一旦何の役に立つか?」という問いを発してみると雪がかり上どうしてももう一つの疑問が頭に浮かんでくるこれもまた長年の間極めて不思議な事実として目の前にぶら下がっていた疑問であり同じく私にはどうしても答えが見つからなかった話を先に進める前に その下りについて一言なりと触れておかないわけにはいかない。疑問というのは足かせのことである。たとえどんな病気になろうとも気血臭は足かせを外してもらえない。肺病患者でさえ私の目の前で足かせをつけたまま死んでいった。しかも、 皆がそのことに慣れきっていて何か規定の抗いがたい事実のように受け止めていたものだこの問題を改めて考えてみようとしたものはおそらく皆無だろう何せ医者でさえこの何年かの間に誰一人一度として重病患者とりわけ 肺病患者の足かせを外してやろうと当局に書きあったためしはないのである仮に足かせそのものの重量は大したことはないとしよう足かせは大体が8から12分とぐらいのものだ10分とばかりのものを身につけられたところで健康な人間なら重いとも感じない ただし私が聞いたところでは何年も足かせをつけているうちに足が萎縮し始めるそうだ本当のことかどうか知らないがある程度の記念性はあるたとえわずかな10分とばかりのおもしでもずっと足にくくりつけられていればやはり脚部の重量が 異常に増加するわけだから、長年のうちには何かしら有害な作用をもたらす恐れはあるのだだが仮に健康なものにとっては全く問題ないとしようしかし病人にとってはどうだろうか通常の病人は平気だとしてもいいしかし繰り返すが 重病患者も同列に扱えるかさらに繰り返すが、肺病患者はどうだろうか彼らはただでさえ手も足も萎縮して、私は一本さえ重く感じる身なのだ。実際、もしも病院当局の人力で、仮に肺病患者だけでも楽にしてやれたなら、 それだけでも本当の大きな善行となることだろう。もしかしたら囚人は悪人なのだから、情けをかけてやるには及ばないという人がいるかもしれない。だがそれでなくても、すでに神の指に触れられたものに、さらに罰の追い打ちをかける必要があるだろうか。しかもただ罰のためだけに、 このような措置が取られてきたとは信じられない。肺病患者は裁判の際にも体形を免除されるからであるつまりはここにもまた転ばぬ先の杖とでも言ったふうな何かうかがい知れぬ重大な配慮が働いているのだ。だが一体どういう配慮なのか。 心がいかない「廃病患者が逃亡するのではないかなどと本気で心配するはずがないからである」「この病気がある段階まで進んでいる場合もはや逃げようなどとは思う者はいない」「逃亡を目的として廃病を装い医者をだますのも不可能だ」 一目でわかる病気だから仮病の余地はないのであるしかも良い機会だから言っておくがそもそも人間に足かせをはめる目的は逃がさないためあるいは逃げるのを邪魔するためということだけだろうかとんでもない足かせというのはひとえに恥ずかしめである 身体的及び精神的な屈辱であり重荷であるどこの誰であれ足かせが邪魔になって逃げられないなどということはありえないどんなに容量の悪い不器用な囚人でも大した苦労もせずにのこぎりで切ったり留め金を叩き壊したりして手早く足かせを外すことができる。 足は一切何のの予防にもならならいのだだとすればつまり足かせが単に気血症に対する罰だけを目的としているのだとすれば改めて疑問が湧いてくる。果たして瀕死の人間を罰するべきなのだろうか。 今これを書いている時私の脳裏に一人の瀕死の肺病患者のことが浮かんできた例のミハイロフというほとんど私の真向かいのウスチャンチェフのすぐそばのベッドにいた囚人で今でも思い出すが私が病室に入って4日目に亡くなったのだったもしかしたら私が今 肺病患者の話を始めたのもあの時この人物の死に立ち会って自分の頭に浮かんだ印象や思いを無意識に再現していたのかもしれないただしミハイルフ本人のことは私はほとんど知らなかったまだとても若い男で。 年はせいぜい25度まり背が高く痩せぎすでとびきり整った顔立ちをしていた特別官房の囚人で不思議なほどに寡黙でありいつもなんだか静かでひっそりと寂しげな様子をしていたまるで彼自身が監獄の中で萎縮しかけていたかのようだ 少なくとも囚人たちは後になってそんなふうに評したものだった。彼は囚人仲間に好ましい印象を残したのである。